岸田総理大臣が今夜、来年度予算の成立を受けて記者会見し自民党の派閥の政治資金問題を受けた関係議員の処分について来週中にも行う考えを表明しましまたできれば来週中にも処分が行われるようプロセスを進めていきたい、政治責任、同義的責任、こうしたものを判断しなければならない。 党の手続きを経て厳しく対応していきたいと思っています岸田総理は関係議員を処分する際の基準について不記載の金額や程度、政治家としての役職や議員歴説明責任の果たし方などを総合的に判断していくと述べましたまた岸田総理は来月行われる衆議院の補欠選挙の前に 衆議院を解散する可能性を問われ政治への信頼回復、賃上げなど先送りできない課題に一位先進取り組んでいくそれ以外のことは今は考えていないと述べました会見に先立ち、参議院本会議で来年度予算が可決成立しました一般会計の歳出総額がおよそ112兆円と過去2番目の規模で 能半島地震の復興予算も盛り込まれています。